第十七期女流王冠リーグ実況の鳥谷幸則でございます。え解説は斉藤ゴープロです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備ができているようです。第十七期女流王冠リーグ。第四節。ー4 D ータク四回戦投敗の開始です。立ち合いに藤島健次郎の合図によって今対局が開始されました。さあ四回戦ちいちゃから二回道ルミなんちゃ杉浦真由。シャーチャー内田実則。 えチャゃ、伊達ありさの並びとなりました。トン一曲、ドラはスーピンです。さあ、こちら親のルミのハイパイ。<ー>ーちょんちょんがいい。ピンズ四連形。なんちゃ杉浦。マンズでメンツが完成しています。一通も見えますね。はい。シャーチャ内田、チュンがトイツ。メンツはありませんが、まとまることは可能か。 ペーチャー伊達とんなんトイツさあシャーペイトイツできるでしょうか <laughs> 本当に早いですね考えるのが、はい、ちょっと早い、まあ、大体できないですよね、うん、まあでも考えとおくの大事ですからねそうですね一瞬思ってもまあそこは軸にならないですよね、はいはい、しかしトータル平たくなりましたね、はい、いやここまで激戦が繰り広げられての、うん、この僅差ですもうこの四回戦で 宅内トップも変わってしまいそうなあそううなですねトップ取ったら結構その人が宅内トップの可能性が高いというかはいできましたさあペイャの伊達が何からあちょっと少数 C も視野に入ってるでしょうかこれは入ってますねはいどっちかの本一を見つつはい本一とあわよくば少数ーとはい全然シャーペイまだ山にあるじゃないですか夢れる 杉浦さんは一気通貫を重く見たスを切、はい、リャンソー斬りリャンソをつもぎりとしました多圧にはなったリャンソーですが、うん、これで本一はピンズですかドラドラ引きでドラ色のピンズ本一はいトンポンだあと何トンさあトンポンするとイーシャンテン取るトル<ン>トラジこれはファイトですねこれははい 伊達がこの一人沈みの状態のトータルもう返していこうという,こうファイトあふれる仕掛けに見えるんですが <laughs> そ,うそうですね、はい、まあでも確かにこの順目だったらまだ見合うっていう3回戦で内田さんが陳一いった時みたいなノリですよね、はい、これって。 明らかかににピンズに向かっている人が役満、はい、の可能性を置きながらピンズに向かったていやこれだってシャーペー切れてるだけで全部いますもんねも、はい、シャーペーで言うとペイが1枚切れているだけだけじゃあ重なったら重なったらもうまっしぐらではないでしょうかです、ね、ただルミの形がいいぞマンズはいここは うん。しごろの一はありますね。はい、将来。い,いシャンテンでもある、一通のいいシャンテンでもある。まだシャーペー消えない。うん、シャーペーがまだある。まだ消えない。来た。じゃあ来た。これは我々だとさ、これでど、まあ、ペーを使うことがまだ可能性としては <laughs> ただ一枚切れのペーです。伊達から見てどう思っているか。あこあペーが来る。<イ>打たれるか。先に打つんじゃないですか。打ってでもまだ一枚ある。はい。打っていくペー一枚だったら。 でも今、ペー引いたらドラギリとかになりますか、はあ、今、ペー引いたらな,なりますよね、<laughs> パーピンもあるか,かドラヒョウの3品を残したくないから、はい、もう薬満だったら思い切ってドラギリもあるかも、薬満、はい、だったらドラギリあるでしょうか、さあ、伊達の手が楽しみだ、これはペーか、さすがに <laughs> これはペーだ、はい、全国の薬満ファンの皆様、ごめんなさい。はい、全国ののンファンの 何人ぐらいいらっしゃるんですか、ね？<laughs> 多分大勢いると思うんですけど。マー、まあ、ジャンファンはたくさんいてます。あの役マン、それで役マンいかなかった怒る人がいるっていう設定がちょっとよくわからない。さすがに無理だもんな。<laughs> 無理ですね。ペイがね、一枚切れの時点でも、はい、お、いっと、はい、リーチビンフドライチ親の先生リーチサブローマンです。役マンの可能性もなくなったし。はい。だったらの手でなくなったわけじゃないか。一応一応あの追走はなくなってないか。追走ありますか。 よく見たらハクとかね、チュンとか見えてないです、はい。うの,の,のこの持ってる六枚があそこだったらという。はい。行くでしょう。もう行きますか。うん、ちょっと安牌が乏ばすぎて。さあサブローマンは場に三枚切れています。そして杉浦がローマン二枚持っている。う三、ん、三万が二山ですか。二枚ですね。ローマンはもうありません。うん。 七万は怖いとこですね。怖いですね。親指だとシャーシャーもあるけど。シャーシャーで、うん、ここはシャーシャー。はい。あ、三万減った。三万が減る。あと一枚になりました。うまくくっついた。お、シャーシャー、さあ。 リャンピンローピンが勝負にななるのかいやでもいや打点がちょっと下、はい、がったんでトンドライチということになりますそうですねがと親と戦いたくないからパーマンが選ばれそうな状況ではありますそうですねせめて筋になるとかあシャー来てたシャー来てたいやこれでまだペイ一枚いますもんね一応ねでペイ来てほしくないですねワンパイ入れててよ ちょっと、うっすら思いますが。そっか一応少数視転売の道が。はい、あったということになりますが。いや、無理でしょう。無理ですね、エスパーじゃないと、はい。エスパーじゃないと、無理。うん。シャーシャーシャーペー捕まえてても。転売してないです。はい

1> 今一曲連チャンで一本馬となります。海の一人天敗。ドラはリャンソウ。ドラメンツラゲ、一メンツラゲ。おっと。ドラはリャンメンターズですね。はい。 あ、失礼しました。表示体が今メンズに含まれていた。そう、おねそれ誤認しました本当に。甘いに近くにあったんで。わちまですとかいった。うちがいいぞ。ドラドラ立て。発と一とんと一本一に行かなくてもそこそこの打点。はい。あ、ルビのとんと初これは出ていってしまいそうだ。相当出ますよね。やくやくドラドラ。十分。あわよくば本一まであるかたて。 そして内田が数ピン引き、ね、ここもいいぞ、うん、これは初初にはポンの声立てハクかペーか重なったら本一か、はい、ああもう見ている本一9万このあと、はい、ピンズの中チャンパイなどはどうするかトンも泣けたいいシャンテン取りますかさあペン3万持ちだ だんだん迫力出てきましたねやくやくあれドラドラ持ったらどうしようそんな状況 <laughs> 杉浦はなんちゃですなんが重なりました、うん、うーー内田は数万あんこ形がどんどん良くなっていく<官>初の果敢リンシャンパイからの一杯が大きいその一杯はマンズの6、うん、う打点十分なんで、はい、ローワンくっつきも大きいと 杉浦さんもいい手なんだけどちょっと行きたいこれは二風呂いますからね。いは,はい。もうピーピ打っていきますね。はい。もう合わせていく。ん？まあリーチだ。これは三面ちゃんだ。そうですね。リャンウーマン三万。はい。内田からリーチ。リャンウーマン三万の三面ちゃん。先輩。ローバーが通るそ。そしてペン三万が筋になったが三,三万はでも当たり牌でもある。 あの2人の当たり牌ですね、3万は、はい、だからルミさんとか打っても頭跳ねで内田さんの上がりになる 2>,、はい、万2人とも3万が当たりもう川の情報が結構乏しい、はい、伊達が3風呂杉浦は撤退内田は包重はない 伊達はもう自動的リーチ、うんはい、みたいなもんですね。そうですね、全部一応シャンポン変化した時だけ考える。はい、はい、いわゆる前ツという状態。いわゆる前ツ。はい、確かに。三万これ結構三山3いますね。はい、三山ですもんね。三枚。マンのつもうちだ。さあリーチつもはい五百銭の一本馬。はい。さすがに確率が勝ったか。はい六百銭百確率が勝りました。 ただ伊達のチャレンジそうですね、はい、もう漫画になったら大体た突き進んでいましたよほどのことないと見合わないっていう局面ないんで、はい、漫画のは。さあ内田の積も上がりで曲が進みますとん2曲はこちら杉浦の親番ドラは三万ですシャアがトイツはいなんだかアクセサリーと爪がピカピカ <laughs> 今,気今気づきました <laughs> さあ、ソーズで一メンツ。マンズも1メンツ。マンズも一メンツ、ドラウケもあります。なんちゃうちだ。メンツはありません。やや下目の三色が見えるかどうか。だても。天敗は。比較的早そうなハイパイ。海がちゃんただったでしょうか。うお、いい。一二三。う三、ん、層は。 伊達さんもね、はい、三の三色見えますね。は下の三色、はい、ブーム。ブーム、下の三色のブーム。下の三色。できれば、人と被りたくなかった。確かに。でも、ブームだから、被っちゃうんですよ。そうですね。一応、数層ちゃんとの一二三の可能性あるんで、残しましたね。ベンチーマン。これは嬉しくない。はい、入って欲しくない方のメンツ。ただ、ドラがね、縦に重なるケースがありますから。 お内田は3ピンを入れたいあこんな感じにジャントーができてピンフドライチリーチにいった伊達待ちはリャンウーマン十分です4巡目4巡目リャン両面ピンフドライチ十分なリーチを打てた伊達リャンマンがあと1枚でウーワンがあと3枚、はい、さあ伊達からリーチ チャレンジその三といった三三曲目ですね。トン一曲二回とも仕掛けてぶつけていきました。今曲はリーチで先生ヤンマなくなった。ウーアンもあと二枚。あれあれ残り二枚になっているが一枚あればいいんです隣なかなか出る牌じゃないですからね。これはそうですねもう積もっていく、はい、表示牌。 勝負する人も現状いないし、はい、ドラマタギのリアンウーマンです杉浦さんがテンパった時にどうするかぐらいか、はい、あとりあえず今のは面白かったと視聴者の方が最高の褒め事をいただきました <laughs> ありがとうございます結構敏感ですね。そ,そうですねそこを軸に生きておりますありがとうございます <laughs> ピンは全く打てる情報ないですね、はい、ただの無筋でももうなんか折り切れないんだったら目をつぶってパーピンいくって手はありますよね、はいはい、目をつぶってパーピン一回一枚現物抜いて粘ったところで次すぐつぶんだったらっていう考えですよね、はいはい、だったらもうトン2曲これはもう親番だ作ってしまおうそんな心意気でしょうか、はい パーピンウーピンとこの筋、うんまあ、新しい筋を、ね、開拓するチャレンジということになりますが、はい、親番です杉浦伊達と杉浦は13位と16位この残留争いでぶつかる2人ですそうですすそうね今日が終わると全員あと2節、はい 2> まあ、プレーオフありますけど、はいはい、6節、7節を残して 残留できるかどうかの戦い急走取ってないしローマンかローマンは現物サンマンはドラリ<ん>ャンマンここで三面チャン,ンちゃんに受けて砲獣となりましたリーチピンフドライチ牙をむきましたね、はい、牙をむきました,、ね、ましたいや全然ローマンも、はい、杉浦はもうはい 自分が上がりに行くために打ったりャンマンということでしょうかそ,そうですね完全にはい。リアンゾーもちょっと薄かったんで本当に勝負に行ったっていう一打でしたよね三千九百の出上がりとなりました杉浦は宝珠伊達が上がってトン三局です、はい、親は内田ドラはシャー内田ドラ一のハイパイやや上目のハイパイ なんちゃだて上がったところメンツはありません、ドラ1、うん、自敗のドラでドラ1ていうのはあまり、ね、お伝えするべきではないかもしれませんが正しい情報なんですけど <laughs> そうですね文章的には間違っていませんが1、2、3とかで使っているときにドラ1ってこう <laughs> <か> 1> ドラ1含みであるっていうのをお伝えする場合もありますが。が 結構オリジナリティあるなって思います。なるほど。今ので少し自敗のドライチを言わないことがあるかもしれない。<laughs> <laughs> 言わない方が良かったです。これ突っ込まない方がいいです。全然あの私タブーなので、ね、何でも <laughs> タブーなタブーが分かりました。はい、とりあえずルミさんは白スルーしましたね。あ<ー><応>そうですね。ハイパイで白がト一だったルミです。 先ほど褒められてた私ですが、褒められて良かったねというコメントもい。<laughs> <laughs> 褒められて良かったね。二枚目。あ、二枚目はポン。二枚目は仕掛けていきましたルビです。いいシャンテン。褒められて良かったね。もうね。<laughs> ここまでコメントに敏感な実況者と初めて。あ、やりました。かはい。あんまりそうね、あの。 そこまでそのね毎回実行コメントを触れていくというのはちょっときょはそういう日ってことですね。目に留まってしまってついあの申し上げておりますが基本的にはいろんな媒体で視聴できるものでございますからそうですね読めないコメントはあまり触れないことが多いんですが自分の名前が入っていると見えちゃいますからどうしてもはいその辺りですね少し考えたいと思います。 杉浦、トンどうするか、ここはトンは打たない、リャンマンの受けはなくしました、内田もシャアどうするかでも白2泣きに見えれば、はい、シャアは打ちやすい牌ですよ、ドラドラなら1泣き、そうですね、はい、まあ,あの、照らしは入ってるんで、そこで重なった可能性はあるんですけど。はい、比較的 でではなければ打ちやすすいと、うん、そうですねその重なるタイミングがそんなにないというか。はよく見えますね自分でリアンズを4枚使ってて、はい、その受けは外せないとなるとあとはもう勝負するかどうかとりあえず数相中筋。 あだ4枚目の見せない見せませんこれは勘しないというのはえっと手を狭くしたくないとかそれもあるし三層、はい、が残ってるっていう情報を与えたい例えば伊達さんがンン今「厄介、はい」今これ嘘を埋まったから関係ないけど、はい、さっき自分であの僕は「三層よく見える」って言ったじゃないですかはい これかされた瞬間迷わず換算を外せますもんね、うんはい。なるほど。ターチャの進行にも影響する。はい。ということで、ドラドラになったうちだ。<ん>リャンマン。チーピンパーピンは一枚ずつ切れています。まあ六九ピン移動形を。どうするかですよね。はい、ちょっと九ピン切れすぎてるんで。はい。もうシャンポンチョ残り上等という構えにしましたか、うん。そしてシャー。シャーはここに一枚と。

ローワート一枚しかない。ですねなかなか薄いローキューマンでした。はい、あテンパたうわー、かっこさそう、これ。ドラドラ、両面リーチ。ローキューピン、キューピン、ローピン、ともに二枚ずつ場には切れています。ローピン、これでゼロ。キューピン二枚,枚。キューピン二枚。十分じゃないですか。シャアを引いてきた。あこれは。これ上がれないと。打てない、はい、打てないシャア。ラスハイのシャアです。 キューピンめちゃくちゃ危ないですね、ルミさん。9ピンちょっと、っとはい、5が先切りで、チーピンパーピンが手出し、9ピン、<ー>ここはルミ、補充となりました、リーチピンフドラドラ1万1600、内田、お見事、1万1600、見事な手順でしたよねはい、ルミの補充となりました。 あそこでチーピーに手をかけたのが今回の上がりを結びつきましたね。さあ、はい、トン三局内田の連チャンで一本場となりました。ドラはイ、e、ーマン。内田後輩パイもう一メン残るぞ。<laughs> <だ>さあ総ずの五や七はあるのかちょんちょん。ああ六チーパ丸二。

な,なんとなく連盟チャンネルと <laughs>、はい、そのチャンネルをちょっと見ていると <laughs> 使う言葉がかぶりがちなのかもしれませんがこれはね、はだってもう確定してますもんね、はい、形がもうリ,もうリーチして6000オールにしましょうのような。チーソー残りだけやみてにしそうですけどチーソー入れて、200万あたりを。を入れて ただどうするんだろうチーソーを入れたらどうするドラのイーマンは一旦置いて、うん、内田さんは闇点にするイメージですけどね、はい。順目が早ければリーチする人もいそうですけど、なんか内田さんは闇点のイメージー。何にせよチャンス、チャンスがやってきた内田、ここでのポイント上昇はこのあとプレーオフにも。 ドラドラになったこれでピンフ3色ドラドラという形があるウーソーチーソーむしろチーソーチーできるようになりましたね打点十分でウーソーは山に1チーソーは山に3これはこれはチーソーが入る確率の方が高いどうだいやもちろんリャンウーマンが入るのもあるんですがリャンウマン誰も持ってませんねリンンンウーマ 1小チー三。じゃあめちゃくちゃあるじゃないですか <laughs> これはもう上がりなんじゃないかと勝手に思っています数層を切ってリーチにいっ, 1> 1に行ったうわこれでもや<ー>闇点、ね、推奨は齋藤さんですが白を挟んじゃったからですこれで四4が関連杯になっちゃうんで468ってはい 四四六八からの四先切りとか。いろいろ想定はされてしまいますが。そうなんですよね。だから 4, <す>。四四リーチだったらありなんですけど。四四四はい。関連牌ですね。そうですね。だからから切りしてからリーチとかもあるのかなって。でもこれ引いたら。六千オール。これは。これは恐ろしいリーチ、リーズも三色ドラドラ。ああさあ、ルミさんも。六千オール三枚。 杉浦はもう白に手をかけている、ね、6000オール3枚6000オール3枚伊達さんは吸収できるけどはいあでもちょっと危ない危ないですねさあチーソーが1枚見える<お>ただこれはみんなで持ってる唯一のチーソーですそうですねはいチーソーの枚数は変わっていません伊達さんちょっと手配危ないですね伊達が危ない、はいは そして、チーソーが、その、まあ、四六八。っていうのは、もちろん想像にはあると思うんですが、はい、詰まった場合、筋を追うなんていうパターンが。えっと、今回特化で、はい、伊達さんの目から、パーソー三枚見えちゃったんです。うん、はい。だから、あの、カチーソーの可能性も、え、っていうか、ルミさん。 食い替えからのスーピン引いて、タンヤオテンパイいう。あ、リアンウ,ウーサウマン。神がかってるテンパイの仕方してます。はい。このリアンウ,ソウーサウマンが、六千オールを阻止するパターンがあります。いや全然ある。はい。リアンウーサウーマン。伊達は間四間のウーパーソーは抑えている。いや、でも、これ打つ早いあります。ウーワン中筋か。ウーワン中筋。あ、ここがパーソーとした。うん、まあ、四拍四のリーチだから、パーソー残ってるパターン少なめ、はい。 っていうね、ルミは数チマになるまあただ四五六六七七とかはありますから、はい、絶対ではないんですけど、あの枚数をなるべく多く持ってる方をしたかったんですね。はパーソー三枚見えてよ。全員これはチーソーちょっと打ちやすくなってますか。はいルミさんとかはかなり危ないです。はいさあただ積もると恐ろしいぞ。<laughs> まだいない <laughs> まだ三枚まだ三枚いるんですチーそう三枚。 内田の6000オールいや激圧激圧6000オールここで上がってポイントは稼いでおきたいおきたい内田は8位からのスタートどうだなんでまだいないなんでまだいないんだ <laughs> 結構そして脇にも流れていない <laughs> あれ、リャンマンってあな何でもなかったん今ルミがスーチーマンになってますねスーソー、はい、現は現物

この山の中に三枚いる、はい、そうですルミの仕掛けに一枚使っているだけどうだ三層いないのか内田の積も筋にいやこれルミさんが引くパターンが多すぎるルミが引くとチーソーぐらいは打ってしまうか今三層で撤退ですねそう,そうですねここに来たチーソー杉浦どうだピンズが打てないかシャア数層があるいやこれ全員全員手詰まった人は危ない手詰まった人がチーソーに手をかけてしまうかもしれない 伊達はうんこれはどこを切るロ,ローンとかは中筋で打ちやすいローマンローマンになりますか、はい、そうですねさあまだ二枚いるカンチーソー2枚いるぞカンチーソー杉浦は宝珠回避できるかチーソー引いてきた、ね、スーマンは打ちづらいかどうだスーソーがあるチーソーどうだキュ、えーピン山にはいませんでした 山にはいるけどいなかった一卒も筋にいませんでしたうーわーワンパイに2枚 2> ワンパイに2枚ルミは天敗は取れず6000オールワンパイに2枚でしたワンパイに2枚だともうリーチしちゃった方が、はい、正解,正解、ね、いや正解ですねかかか内田の1人天敗で流局ですあわやの6000オール 一個ずれでしたね。杉浦のもとに、チーフが行きました。さあトン三局、日本馬です。京リーチ棒が一本、内田が連チャン。ドラ数ピンです。さあ、メンツがないぞ、数ピンはどうだ、ちょんちょん。表示牌の三ピンが二枚。ただドラ受けはある。で。十分戦いそうな気がします。はい。 悪くないですよね。はい、伊達もある。ルミはどうだ。やや悪め杉浦は悪くない。六ッパー流行りの。流行りの六十パー。じゃあ私も六ッパーやってみます。そんなそんな簡単にできるもんじゃないですけどね。はい、選べないですからね。うん。まあこうなりますよね。はい、安い方の九。 両面3つで3色の時ってずれますよねちらさんはドラの2度受けあるんで、はい、高くなるパターンはありますねドラドラと引いてくるパターン2356、はい、が42枚でつながるなんて <laughs> そんなこといや <laughs> ありますもんね789になったさあ上の3色に変わるゃんと固定6チッパじゃないと6チッパではありませんでした789でした九9 9 9んかちょ6への振りになっちゃってちょっとそれはどうかと思いますが私9走はとりあえず2枚残ってるんではい高めありますねはいさあではペンチーピンの形ができた9ピンツもですちょっと区形が多いんで、はい、何を話していいのかなっていう間でしたね ユチャンス、うん、コロチがあるんですよ。ああでもあさらにタ単ヤをで高くそうですね。もう全部取り残さないぞっていう。急走が一枚ここに来た。急走は残り一枚。チーピン引きはドラが数ピンだからつまぎる手もありありますね。ただここはウーピンが来たのみ、うん、来た時のみドラを使うと。はい 合計重視、はい、そしてウーピンがここ、かなりブクブクに持ちます内田。シャアを統一落とししていきました。うん、もう、さっきのね、はい。あの、三色ドラドラのリーチから、相当攻撃的になってますよね。そう<今>、今<日>そうですね。アクセル踏むところだという判断が降りているようです。今日一攻撃的、はい。結構手堅くここまで来ましたけど。いや、そうですよ。基本的にはこの。 え手堅いというか守備意識の高めの、はいはい、内田ですがやはりアクセルを守備型がアクセルを踏むときは思いっきりっていう, <laughs> う,う、ね、めちゃくちゃ怖いですよねこの打ってると確かに確かにああ来たいい、e、ピンが3枚切れてるんで決めるかどうかを考えた <laughs>、はい、ここはローマン切りとした2ンピン切る手もありましたね もう35の形で4はい4いるでしょっていうマンズはまだ2面積構成を考えてみたいな、はい、ルビがドラ,ドラただ杉浦この形が長いうーんじれますね数ピン打ちになった時天配が取れるかどうかそろそろ心配な順目になってきているおおそうか数ピン打つとーテ点になるんだあの 内田ですね。そうですね。こ,こ,これは、ちい点取りそうですもんね。これはピンよし、両方ンン。ス数ピン、よし。はい。ドラとイーペイコの。嬉しい方の両方。うん。ルミもいいシャンテンでドラが出る形ではありますが。ここはいい層として、つか、使っていく方向。ドラは切らないぞと。はい。 ドラがないローピンはローピンもない内田さんは自力でピンズが埋まることがな,いこがないんですね。内田のこの左の先ほど嬉しいと申し上げたこのリャンカンが悲しいものになっていました、はい、<laughs> まあウッパーソを引くしかないですかねすかウッパーソーを引いて出上がりがあるかとかリ両,両面変化 テンパってませんか。はい、<れ>リャンウピンテンパイでした。単品ドラドラ。はい、めちゃくちゃ多分。めちゃくちゃチャンス。は三色。三色テンパイ。ローソーで。投げは三層仕掛けています。ローソーの肩上がり。え、リャンピンって結構、みんな危なくないですか。ちょっと、はい、打ってしまいそうな、うはい。リャンピンがいる。テンパってる伊達さんとかは、おそらく。リャングピンだって、二人に厳別ですからね。 そうですねこれは売ってしまいそういこれみんな危ないめちゃくちゃ危ないあローソーも上がりハ、は、イ、い、ローソーは、はい、ダメ<わ>に報酬となりました三色ドラ一上がれる方のローソーです2000は日本場で2600これは点数以上の価値ありそうなアガですねルミさんも悔しい さあ、伊達が上がって親番を迎えました。トン四局です。ドラはさあ、引き続き同じ数ピンとなりました。こうハイパーか。さあ、相図の形がいい形。うん、メンツ一つのハイパイです。ま戦えなくはない。つもはい。また六チッパがちょうど。チッパー。ー流行りの名残があるのか。 な <laughs> 残り残がありました。ルミがいい一メンツ、ラテも一メンツ。内田はメンツがありません。はい、トンは統一だけどちょっと仕掛けられないくらい悪いですね。すがはい。サソーズが伸びた。 職も崩れたんで、はい、パースを打ちました。おいいとこ入りましたよ。これで戦える形になりそう。はい。杉浦も三回戦までプラス二点六。マイナスはしたくないところ、うん。そうですね。プラスで帰りたいですよね。なんかトータル最高ということもあるし。第十六位マイナス百五点ゼロからの。はい 今日は参戦です焦る必要ないとは言ったんですけど、はい、今日はってあと二節で,で、まあうん、3040ぐらい浮かなきゃいけない、はい、みたいな条件よりは今日なんか浮いてちょっとプラスしてそうで,、ね、でも、はい、あと20ぐらいでとりあえず脱出できるぐらいのところにしたいですよね。はい、まあただそれは同じく負けてる、はい、伊達さんも同じだから、はい、浮いてプラマイゼロぐらいで。 変えれたらいいなっていう気持ちはありそう。はい、打ては三節で七十九ポイントのマイナスを喫してしまいました。に、うん、<あ>差しにだと。に差しが見えた。六チッパだと思ったらに差し。はい。に差だった。六チッパと思いきやに差しってなかなか無茶な。<laughs> 実際そうなりましづらいでね。あんまり考えてなかったですよね <laughs>、はい、この変化は。はい、さあこの変化は捉えられる捉えることができるか。おおいいとこンチソーが入る。 ポンは一つ目です。ただ、トンはに泣きしても、イ、e、ーシャンテンだったら、ポンしてもいいかなって思うかもしれないですね。うん、さあ、ルミが、イーシャンテンです。イ、e、ースー層とシャアの重なり、サブロピン。あら。一旦転廃ですか。行、はい、くんじゃないですかね、これ。さあ、表示杯換算ピンリーチ。 もうなんか親からの先生、うん、なんとこの3品が三山ですドラヒョウカンちゃんが三山うわそんなことあるんですかという嬉しい3枚引けるか伊達3品一発はありませんが一発つもリーチツモドラ1は2000オールいやーすぐいましたヒョウジ杯のカン3ンちょっと闇点にしてたらここで振り点リー,ーチしたかもしれないぐらいはい 2000オールだったら喜んであがりますね2000オールさあ伊達リーチ成功です感触のいい上がり、うん、さあこのまま引き続き上がっていきたいところですがどうなるかトン4局一本場です4アンコ5ロチのメンツ 2>, 2メンツできているちょんちょんなんだあペイもアンコあれあれあれれ,れ,れ。あ<ん>さあドラチーピンですアンコアンコ1メンツうわ打点見て急走からいっちゃう どこからなんか急走から行きたくなる、うん、チュンだ、リーチ手順だ、ーチドライチで十分だと、はい、そしてトータル最下位だったといってもマイナス13.1でしたが、はい、その伊達が今4万点ということで、あもうかなり平たく、そうですよね、はい、例えばここで伊達がマイナスするようであればちょっと開きはあったんですが。うんうんうん うん、一番マイナスをしている伊達が、トップ近くまで来ています。トップまで来けば、順位点含めて浮きで終わりますね。はい、そうですね。ゴロチもある。ここは急走あたりか。どうだ。急走になりそうですよね。ただ急走引き。行きたくなさそうですか、このま。あの、ちょっと想像の上が良くなるパターンがあると思って。ます、はい、急走引きから、間パスをとか。はい。ちょっと内田。 杉浦の急走パースを見て、はい、そこを見たんですけど、はい、まあでもこうだよねみたいなうん考え直した感じですね。まあいずれでいきそうなうここで急走ですか？プラチーピンだけに、はいはい、もう一個使える形残しました。うん、ちょっと親が圧倒的すぎて、はいうんまあでも杉浦さんも悪くはないから、はい、着々と進んでは来ています。 さあ、伊達が何を引くか、うん、ウー,ーにつながる十分だと思います、はい、いいシャンテンですカンローマンのテンパになっちゃった時にどうするかぐらいですかねカンローマン嫌ですねカンローマンさあ杉浦は三ピンか九番か三ピンを外していく杉浦もリーチ考えてますかどうでしょうか 3ピンから打つってことはシャンポンリーチもちょっと想定してるかも、はいまあ、今ドラ引きにも対応はできますが、うん、ドラを引いたらはくか白くでピンフドラ1さあ伊達は初2巡目に切っているここまで初を引っ張るのは無理か、うん、無理ですはい <laughs> ちょっと G ピンドラですさあこれで決まったでしょうか形ウーピン引きは<ー> G ジーマン外していく甘露腕のリーチは打たないっていう構想が最初からあったんですねだから発を取っとくかすら考えたということですね、はい、さあ白をた、えー、ポンして杉浦が天敗を取ります、うん、手堅く親落とし もう伊,達伊達さん、ちょっと親はやめてくださいね、そ,ねそんなはく、もうやめてくれよと、うん、大ぶりにせずにしっかり上がれる天敗は取る、はい、なかなか天敗しない,です,、ね、いやそうですね、この形が、2面、3面ちゃん、えー ちゃんみたいなそうですねこれはリーチと行きたいだ達ですが内田さんもいいシャンテンんか違うでもウーピン切りたくなる配置だけどウーピンを切るウーパーピン怖いけど切りましたあテンポてるリーチ内田さんもちもち内田がチュンチュンと 選ばないと、ちょっとこのチートイツ上がりはありませんがただ変則手の捨て牌をしてエリュチュンが選ばれるリーチチートイツルミの上がりとなります3200は1本場で3500そうですね3200は今1本場を少しうん。 ちょっと形がいいだけに粘りたくなったのはあります、ねうん。ということですか。はい、さあ、伊達は後輩であの形でしたが、転敗できなかったという。あんなに。いや、イイあ,あるんですね。はい。さあ、四回戦、なん一局を迎えました。親は今上がった二回道るみ。ドラはチーマンです。ドラウケあル六チッパーできた。いいですね、さあ、流行りの六チッパーだ。本当だ。え <laughs>、<laughs> あの、こんな連続でなることあるんですか。うん うん、ど,どうだろう、6チー,パーになることあるのかな7、8、9とかですか、<laughs> まあはい、全然、はい、ずれても、うんまあ、ずれても見えとは思いますが、<う>ドラが来てリーチできればもう足、はい、そうですね、さあ伊達は初が統一、ピンズに行くことあるでしょうか、4万点台です、伊達。うん、なんか自然にありそうですよね、あの手配だと、ん次、移りますけど。 間マン外しているうちに本一になっちゃいましたみたいなうんパターンが多そうかなって気きました、す万、きました0万と。ということは C 万も良きところで打ちますよというそうですね、まあ両面になった時は点はい、点,点数状況で。 採用しそうですけど、はい、一応チートいつもあるからチーワンは縦に重なっても嬉しい範囲ですね杉浦さんは下の3色が見えてますああこれはいきたいこれはピンズに寄せたい寄せたいただチーマンどうしよう、うん 履くあたりが重なってくれたらまだチーマンいきやすくなりますかかなりいきやすくなりますね、はい、まあ現状持ってるーピンがルミさんの現物で内田さんにもピンズ通りやすいんで8ポンしても割といきやすいというか将来受けやすいさあ何は2枚切れ イイペペココの形とんかはいずこんなに3色ってできる役でしたか?」っていうぐらい単野尾ぐらいの出現率なんてませんかすごい出現率ですがこのルール確かにリアンハン役は大事なんですけどここまでね出るものとはこんなに3色3色してないですよねマージャンって今日はとてもその3色がよく これはリャンカン取りますかいや。でもリャンカン取るとドラが受けられなくなる、はい、全順パーピンは打っているああここはツモギリにしますやっぱりローワン引きとかチーワン引きうん備えたいということですねこ、はい、ちら急走のアンコができるハツとチュンはちょっと打ちたくない打ちたくなさそう怪しいと思ってますね、はい、チュンがここに来る伊達は シャアは一枚切れ。仕掛けが入った上に、ルミさん下ちゃなんで、ドラが打ちづらくなりました、はい。ルミはリャンスをポンしています。先に嘘か。うん さんが、役牌のパターンも、まだ。残ってますからね。はい、結構役配、役牌、ションパイ打ちづらい。いうら、りピンを入れたい。はい。内田さん。さん差し子の、e。いいシいいシャンテン、初チュン、どうするか。かてさんは、白くチュンすら、打ちづらいですね、るみさんに。だって、もう、そうですね、一色でだったのですが、親の仕掛けを受けて、ちょっと。シーマンも、残ってるため、うん、ここで、ピンズ、キピンを。冷静。はい。打つことにしました。 沈んでる親番は、そのままにしたいとかもあるかもしれないですね。うそうですね。現在一万九千八百点。ルミが四着につけています。何一局。ドラドラになる。これが来るなら白、はい、白春。どっちかしたかった、はい。言ってよっていう。さあ、ルミは白。はかもこれ浮いてる数走すらポンテン入る範囲なんですね。伊達が吐くと数走とルミのキーハイを。 チーマンもそうですね。も、あの、うん、先ほど重ねましたが。あの、正直、数層は結構ふわっと打ちやすい牌なんですよ。はい、リアンゾーポンでチースを切ってて。はい。チースをがないですからね。数層二枚持ってる、ちょっと、あんまり想像しづらいですか。あ、それじゃない。それじゃないんだ。イーピン <laughs> でも、ドラウケは使えるようになりました。はい、力入る。スーピン売り切れ。さあ、テン。 はい取れるでしょうかチュン打っていく、はい、さあチュンもハクも打てるようになったスーピンが三枚スーピンがもう、うん、はい売り切れ中ですねそうですねだからあの杉浦さんがピンズの下ちょっと打ちやすくなってますねうんルミがいいシャンテンだリャンスをポンしているルミ杉浦うんドラ筋の数万 ここでいいピン。たて、うん、は親をケアしている。ガチ絞りですね。はい、ガチ絞り中。さあ、少したらリャンソーポンされている。うん、イーソー歌ただ。たら何だろう。統一でやっぱりケアしてるかな。イーソーもちょっと嫌がってましたか一瞬。 大体通るんですけど、はい、受けてるときって一番マージャンが難しいうんもうほとんど上がりないと思ってますから多分、はい、で受けてんのにほうしたりねあっテン取れた最後の嬉しいさ,さあまだもう1回ツもがありますかそう背景が親ですねあっしたら潰せる関すれば親のツもは消せますしかも自身の天敗もある自分もいっぱい積もれます初が打てるのかどうか ああ、ここは、かしない選択としました、内田。内田は浮いています。かしなかったですね。感染、はい、安牌がないってことか。感<と>し,した後、初放銃があるっていうすか。数万も通ってない。ない、泣かれてはいないがい、うん。まあ、かんして、脳天だったら、親が。はい、あの、ハイも消える。とかあるじゃないですか。ーはい、だから、脳チャンスの、例えば、三品打つとか。かして、三品でやめるはありましたか。ただ、三品ションパイか。 ポンなので、はい、トイトイ的な当たり方すると嫌だと。これ積んでる。でるはい。伊達は積みました。積みましたか。積みました。これさあ、う何かしらどこかしら、もちろんチーマンはドラ。チーマンあたりです。初ですか。ローピンのワンチャンスと考えますか。どうでしょうか。リャンピン。リアンピンワンチャンスこちらも。ワンチャンス。さあイルカス、チーマンは。 でしたこの初が打てるかどうかンピンがちょっと打っていく天杯、はい、に見えるかもしれないですね、立さんに。はい、さあ親のルミ、1人天杯で流局です。千、うん、田さん、多分完全安杯やったら勘してたと思いますね、はい、ちょっとどっちも安杯とは言えないということで。と、はいで確実に、口臭回避を選んだと。はい、さあ、連チャンとなりましたルミ、なん一局、一本場です。 ドラ,はハクドラ1枚、1> ドラ1枚はい、マンズで1メンツ何から打っていくなんちゃ杉浦、白が2枚あるぞうわー、でも、他の形が悪すぎる本一か、かシートか内田は2メンツのハイパイ、速い,い,い、伊達が一番遅いでしょうか、このハイパイ。 役配、うん、ちょっと温存していきますか、まあ、重さで言ったら杉浦さんもいい,いですかですね、はい、そうですね杉浦も別に綿本チートイツって大体悪い時に行ったりする <laughs> ドラドラなのでいやこれでも思い切った切り方ですねそうですねパーソウウーソウと、うん、なんかドラドラだから打点十分だから<お>本一を無理してつけないみたいな発想ってあるけど、はいまあまりにも悪すぎるから。 はい、こうした方がいいやっていう判断う守りつつも、最高打点に行きますか。はい。あ、仕掛けましたね。あ、これ逆に。はい、なんか。まあ、僕がもし座ってたら、はい、取らないかもって思っちゃいますね。まっすぐ、もうバレてもいいような本一に。向かってくるイコール。 じゃあドラドラじゃないかもそうですそうねドドラドラだったらなんかウソを取っておいて、はい、先にペイとかになるかなって発想になるんで、はいはい、まして役牌のドラですもんねそうですねだからドラがない本一狙ってて後から重ねられるかもしれないと思って手配によっては僕先に切っちゃうかもしれないドラなんですけど、はい、まあ今回先に切りそうな人があんまりいないから、はい、ただこの仕掛けでなのにハクにポンの声がかかるわけですよね、はい、えっ めっちゃ強引に高打点きたなっていう、はい。はい、ただこれはハマれば高打点です。はねままでありますもんね。恐ろしい、恐ろしい手を作りに行きました。うわあ、発毛重ねて。うこれまん、あ、そうか、ピンチ泣いてんのか。泣かないと重ねることができなかったはず。<laughs> そういうの気にしちゃいます私ちょっとそういうのはい考えるのはめちゃくちゃ僕も好きで楽しいですけど、はいあはい、そ、ね、あのちょっと思いたくなりますね、はい、理由付けみたいなのね、はい、もう偶然に並べられてるパイなわけですからというのもありますが <laughs> ついそのドラマティックな方を取ってしまう <laughs> あそうですね、はい、ド,ドラマ性があるのは当然こっちですもんね、はい あの時ああしていればっていうのを、こう <laughs> きっかけに。一人で熱くなってる時もありますが。うわ <laughs>、ピン入る。てかすごいですね、これ。あれはい。いいちゃん点まで来ました。そして白馬山に一。1> 1<枚>いや、内田さん勝負点。内田もチャンス。伊達もピンズの一通が見えてきていましたが、ちょっと初中抱えて。ここはもう撤退。 チュントントンって切るパターンとかもちいてんだ内田が単野を3色もしくはこれは3色ですねイー、うん e、マンでもいいとかわしていきます1000万の点配点も,、ね、も2000点もあんまり変わらないですからねはい上がりやすい方の3色確定の地内田さんが点数持ってるゆえに取れる選択、はい、うんこれをされると負けてる側は 厳しいですね。イーワンだってこれちょっとはい打たれそうなイ、e、ーマンに見えますが、ルミはチートいつかちょっともう受けている。うん。ただ伊達さんの目から白アンこのケースが否定はできてないんで、はい、一応考えてますよね。<だ>そこは,はその辺慎重に進まなければいけない。はい。ということでトランコの一数はまケアしてイーワンは後回しになってる。はい。積んだら打つかもしれないんですけど。はい。 まあ消去法で出されるときはありまそうですね。ルミさんも勝負する手学校じゃないので慎重になりますよね。親方、はい、でこのやめなければいけないところは厳しいところです。はい。やはり杉浦からそんな気配は出てるでしょうか。まあ、結構、はい、もう本一テンパっててもおかしくない背配ですよね。はい、やっぱり白の統一は想定これそろそろされているか。 あ伊達はここで数万となりました<ー>内田の上がりタイヤオ3色はい二千は一本場で二千三百高めの数万での宝珠ですがイン,ンは後にしたかったんでしょうねはい安全度の高いものを残したかった、まあ、ドランコじゃなくてよかったなとさあ内田の上がりが出て杉浦の親が流れていきあ杉浦が親になりました 杉浦、えー、のチャンス手で,ですね。本一手が、うん、かわされた形です。さあ、何ん二局、親は杉浦、ドラはチイソ、チュン統一のハイパイです。良いとは言えないですよね。とは言えない。チュンこれ泣いてどうするかというような。うん、泣いたところでなかなかバラバラ。なかなかバラバラ。なかなかの、はい。泣く方もいらっしゃいますが、まあ本来このルールの方が泣きやすい気はするんですけどね。うん リーチの価値が低いんで、はい、いくら面前で頑張ったところで、高、はい、打点になるケースが少ないんだったら、もう役を先に確保して、うんそこからなんとでもなるよみたいな、うんはい。だから、このルージュの方がこういうチュンって泣きやすいと僕は思ってるんですけど、はい、まあ結構リスクも上がり率も上昇するけど、比例してもも、うん、そのバランスが。 見合ってるか見合ってないかって言うのが、人によってちょっと判断分かれるところ、うん。なるほど、やっぱ読みの精度とかも絡んでますよね。ねあ,ありますよね。本当に私はその辺がネック問題になっています。<laughs> 本当にね、もう手狭くして目をつぶっていくしかないわちょっとプロとしてどうなんだと思いつつ。<laughs> まあでも見合ってたら、全然いいと思いますけどね。はい、あれぐらいの手、ね、配は。うん、さあ、そうこうして、内田がイい,いシャンテンになっています。うん 伊達も3色が見えるチースをつなげたいはいお、2差しが見えてきた、はい、これで伊達の売り合いもついてきた今日三色が多い <laughs> ここコロチ可能性ありますもんね、はい、コロチ、2差し、六チッパなんかあ今日何回あったかわからないぐらいたくさんあった、うん、ここもコロチ、六、はい、チッパーいや万引きはチートイ1も可能性あるとはい ずれたが天敗ですが外しますかどうでしょうかいやサンズは取りました、うん、取って二一もなくはなかったですねカンパーピンはい山に二枚ですただローピン引きとか、うん、あんまりこういうその根拠のない空形みたいなのを、はい、勝負リーチする印象はちょっとないですよね、うん、内田さんあそうですねはい ドラドラですビッグチャンスじゃないですか、はい、伊達が今ビッグチャンスを迎えましたスーワンは地位点取りそうですがはいイースーマンウーパーピンの両面両面のイーシャンテンが入った、うん、スーワンが今後回しになったんで、はい、ちょっと危ないさあ転廃できる方伊あ、こっちか、はい、じゃあリーチかリーチピンフドラドラはウーパーピン 五点十分。はい、残り四枚、二枚ずつあります。うぱぴん。二差し、二差し、一歩前進杉浦。でも、ちゅんかな。そうずわりゃんそうしか出ていない。うまん、うまん、うまん、うまん。分ですね。もうここはぶつけるんだ。はい、杉浦の。分、分。杉浦。さあ、凶暴化するんでしょうか、杉浦。いや、もう凶暴。すこのウーマンで、へ、へってなりますね、みんな。来たわっていう。へ、てる。 伊達さんからしたら来るなら来いやって感じですけど、はい、4回戦この親は落としたくないもちろんですもちろん落としたくないさあリャンソウはこれは現物,現物、うん、いけるかウーパーピンウーソーが通る内田さんはもうやめと内田はカンパーピンの天敗ありましたが撤退チーマンはブンこれはブンですねこれは腹をくく 状態見ていいや、でもこの様子だと、危ないな、そうですね、掴むとウーパーピンも、でももう二筋通しましたからね、これは、ほうになるか、良きところで回るか、さすがにちょっと打ちづらい、ピ品剣別で、中丸君の完治疾走も打点十分、うわ、いったー、これは高めか、高めのリーチピンフ、イペーコードラドラ、8000点の報酬となりました、杉浦。 これはリャンピンを打つ方が良かったかもしれないというお話、途中でしたが僕はちょっと行き過ぎかなって気がするんですけど多分トータルポイントですね、はい、これここでちょっと今、後ろの立ち合い人の藤島の顔も少しどうだったかなという表情に見えましたが <laughs> 気のせいでしょうかち、はい、見落としたんですけど、はい、戦うという気持ちは存分に前に出ていました、杉浦。はい 途中までの押しはありで、スライドでリャンピンが打てたというところが、ちょっと検討するポイントになるでしょうか、うん、要は、その全体のトータルを見ると、はい、冒頭に言った通り、ちょっとまだまだ猶予はあるかなっていうポイント状況だから、はい、つまり、2差しにこだわる必要がそこまでなかったかもしれないという、うん、そうですね具形もほぼ確定しそうな手配だったんで。はいで 個人的には思うんですけど、はい、たまにあれがこうそうして、はい、ものすごい高打点決まることもあるんで、はい、あれで4000オールとか、はい、どっかで使うべきシチュエーションはあると思うんですよね、はい、まあ杉浦はここでアクセルを踏んだ,だということになりますか、うん、すだから多分自身の対局経験とかから成功体験が多かったんじゃないですかねだから今回は裏目になっちゃったんですけど、はい、さあ伊達の出上がりで 何三極となっております内田が親トンの仕掛けが入っています本一までありますもんねはい役役本一の構想でしょうか総図さあ伊達はこれでマイナスポイントを大きく返済したような形本日プラスで終わる姿があ本当だはい、見えてきました一回戦の結果からあ転発した天三層の天廃現状違反ですが 上がれるなら上がれるなら内田も上がっておきたい、はい、ポイントの加算はあちゅんチュンポン短期ころころもありますかいやでも春本した後に、はい、いい町になかなか打点長所もちょっと少ないですからね、はい、でも泣きそうですねなんかいいう短期とかにとりあえずして、はい、ペン三相だったら短期でなんかいいところを探した旅に出たほうがいいですか、はい、そんな気がします。はい、これれは両方あるかここで三層が杉浦から放たれてしまった<ー> 役はトン1500内田の上がりですはいさあレンチャンとなります難3曲1本バドラは3万ですさあ内田のハイパイ4万点台になりました一発、うん、風のん。 メンツは今ない、チョンチョンはいまいち、チョンチョンって難しいですよね、<laughs> チョンチョンで2個有効入ってなかなか難しいいですからね、はい、だて、メンツはありません、シャーチャルミ、ソーズで7、8、9、ピンズで1 2>、うん、2、3、2メンツ、シャーから直風です、杉浦はドラドラ、ただ形が悪い。 うん、内田さんちょっと形が厳しすぎて3、はい、品は結構受け重視ですねだからこの曲はもう今の3品打ちでガツガツいきませんよって言ってる気がします内田はもうこのプラスをしっかりと持ち帰るという方針でしょうかそ,ん、うん、そうそんな気がしますね、はい、もちろん上がれるに越したことはない、はい、もちろん本一を遠い本一は目指してるんですけど、はい、なんか無理に。 リーチ手順にしてないなっていう印象ですよね。ワイツ見えてきたよ。ペンチーピンが入ります。ツーそしてチャンタなんかもまだあるでしょうか？あるんですん。お、ちゃんと惜しかったんで嬉しいですね。はい、これでウーピンチーソーのくっつきできればウーピンにくっついてほしいよ。そうですね。<録>ここで。 メンピン一通の七千七四。ああ、嬉しい。浮きまで行くからい、はい。浮きの見える状況で。何三局リーチはかけたい。はい、さあ、反対に杉浦は今一万一千点まで。素点を削ってしまっています。これは正直もう、はい。 多分着順アップをあまり考えない方がうもうここは素点回復をどこまでできるかあロー,ーピンがやってきたさあルミが本手リーチローピン山々リーチピンフ高め一通サブローピンですローピン高めはいうん も杉浦さんもドラドラなんですよねそうですね杉浦もこのドラドラだけにちょっと前に出たくはなるかもしれない <laughs> 何が来るそうこれで。結構公式ルールであるあるなのが、はい、ドラドラと手役がぶつかる時が一番展望の横移動が起きやすいというか、はい、今回が危ないですよね今回はドラドラと手役がぶつかっています さあどっちのトイツを落とすパーピンあパーピンも分ですねこれは分ですね、まあはい、宣言敗小そうだからパーピンにしたって感じですかパーソーよりはパーピンというドラドラだけにここは進んでくるぞ杉浦そうなるとローピンもローピンは一旦手いったに残るかいや分だと思いますねローピンも分の,、はい、の予定さあ伊達はここは慎重に なるでしょうか、ペイに手がかかる現物です。ウーマン、ジャン島になったウーマン。杉浦はローピンーノタイムだもんね。はい、ノータイムでの宝珠となってしまった。これも高めリーチ、ピンフ、一気通貫7700。あ、いい一本場で8000。はい。いこれは。これはでもう勝負して見合てそうな手、ねはい、そうですね、ドラドラで戦うところだったところ。はい ただ杉浦3連続放銃というかなり痛い痛い3局となりました8千千五1500、8とただオーラス、何4局伊達の親番ですドラは数万伊達がドラドラ3人浮き杉浦にとっては痛い4回戦となってしまうのかさあ伊達ドラドラ以外 ンツは揃っていないな第1打は E マン杉浦さんは12000積もると、はい、一応一人抜きは, 1> 1人きは回避一人,、ね、人沈みは回避できます、うん、ルミの800点12000は満願分ぐらいの価値があると、はい、そしてルミも今プラス5.0からの3万800点<ー>浮くか沈むか 瀬戸際の状況、六チップが見える。これはルビの早上がりも想定できるような点数状況に見えるんですが、うすね、もう上がって帰りたいでしょう。うん、<laughs> 上がって帰り、ね、<laughs> うん、上がって帰りましょうという、もう浮きでね、はい、上がって今日はそうですね、六ポイントで帰るみたいなことになるのかどうか。うん 相当、そういう心境になると思いますけどね内田、伊達ともにもう終わらせたいというところで杉浦にとってはそう厳しいですか、すね、状況的に、うん、ただその杉浦は手が順調に進んではきているいい内田もドラドラなのでちょっと上がればトップが見えるルビーに3ピンが入る。 帰りたいルミさんに帰りたいって何ですかと <laughs> いもう感じがそんなに見えないしちょっとこのまま帰らせて <laughs> でも本当公式ルールこの最終戦でこのポイントの状況だと本当にもう点点でもいいから上がってやめたい帰りたいかどうかさておきとあいいペコになった役ができたチャンス <laughs>、はい、本当にそういう心境になりますね。 一方、伊達さんはドラドラだから帰りたくないんですよね、はい、まだ。伊達は、これはもう追加のチャンス。はい、杉浦は一人沈みを避けたい、ローピンが入る。まあ、うを切って。そうですかね。パーマンジャン刀にしますか。3ピンにしました。<お>これは1000点のテンパイも取るということでしょうか。うん、そうですねただ 効率的にウソの方がちょっと良かった気もするちょっと3品は意外なところではありましたが、ね、一応メリットはこの後ドラとか引いた時にマンズ3メンチャン固定して完全にいシャンテンになる、はいうん、数万匹を見てパーン、はい、ってことですかねジャン刀どっちかなと。うん それもあるでしょうか。そうですね。まず三面じゃん固定で、はい、っていうメリットはありますね。はい、アパーマンポンテン取らなかった。アパーマンのポンテンは取らない。数層運送の並びシャンポンというこのでもあの面単品ーぺこあるから、はい、高くは見てますね。これサブロウソビキで、はい、サブロウソー意外と悪くなくないでしょうか。三<ー>層二枚ロウソ一枚が使われているだけ。ルミさん一気通貨も出てきた。はい さあそれぞれの思惑がこの手前の13枚に現れるローソーがここに来るつもぎられます三郎荘欲しいのは杉浦、うん、ルミももう一つ手を進めたい来た漫画77かイ富ペいコ行ドラドラ三郎君だてさん危ないあ危ないだて 薄くなっていく内田が三郎ピン高い闇点内田はあさあ伊達がこれはパーピンになるかどうだ三郎ピン危ないぞあっ迷うとあっローピン数万シャンポンさあローピンは山に1枚じゃあ引き合いもあるんですねローピンそして3ピンも山に1枚ですなんと三郎ピン2枚 ローピンを巡るぞ巡る攻防が行われている伊達は、いやでも伊達さんん変化あるから危ないんですよね伊達はそうですね、これ、ピン数、両面<パ>、ただ、いいピン、パーピン打ってるので、伊達あの、スーピン引きとウーピン引き。 食い替えまではしないと思うんですけど、はい、ローピンが出る未来があるかもしれないさん受けた杉浦はそれじゃないチーマン,サブローピンあこれはいや振りン受け考えてるんじゃないですかいやこれ危ないなリアルパピン全然見えてないからこれ,、はい、これは普通はローピン打ちになりますかもう 打ってもおかしくないローピン、はい、ただパーピンが振り点ですいや<そ>結構ローピン打ちそうに見えますねこれなかなか出る牌じゃないって思うから<け>スーワンもローピンも、はい、結構サブローピンいやーはい。ただ伊達は止まっていますい<や>うわー後中<ー>回避 <laughs> これは結構これはすごい判断が出ました伊達そうですね内田さんも ローピンのつも内田、つも<ー>ピンフ、イーペーコードラドラ。逆転。ここで2000、4戦は4回戦のトップを決める大きなマンガンの上がりとなりました。<laughs> 引き当てました内田、ローピン。さあ、これで4回戦トップから内田2着。宝珠は回避しました、伊達。 3着に二階堂、ルミそして4着厳しい戦いになりました杉浦、えー、以上の並びで4回戦が終了しました、えー、本日の対局は以上となります。はいということで、えー、かなり面白い展開が続きましたね。4回戦通して考えると、はい、まあ最後はちょっと杉浦さん沈んちゃいましたけど、はい、杉浦も戦いに向かっての報酬がついてしまったということでしょうか。うん ヨンハンちゃんを通して見応えあった対局をだった気がしますね、はい。はい。にしても今日の三色同順狙う率、三 <laughs> 色多すぎますね。三色。曲三色いましたからね。マ曲誰かいましたかたこ。このオーラスぐらいですか。いなかったの。ああ、そうですね。でもキンフィーペーコードラドラ。うそうですね。横の手がすごく多い回ではありましたが、はい、まあ途中までこの曲も伊達さん六チッパ見えてたんで、はい。まあなんか三色の。 大事さを。<laughs> そうですね、りゃん役って大事なんだなと。うん、気がします。はい。さあ、この後は選手のインタビューとなりますので。はい、はい。もうしばらくお時間はいただくことになりますが。あとは何がありましたかね、今日は。まあ、杉浦が凶暴化すると、何でも行くんだなっていうのは、すごく勉強になりました。<laughs> そうですね、なんかでもオンオフが。オンオフ。してますよね。だ、はい、から、メリハリがあの、良くも悪くもというか。はい、ついてて。 なんか勝つときはめちゃくちゃ勝ちそうだなと思いました。うん、あのー、リーグ戦よりタイトル戦のような押しの強さが。最強戦取りましたもんね。あ、そうですね。はい。やはりあのアクセルの踏み方がはい、うん、あったのでしょうか。さあ選手のインタビュー準備ができたようです。さあ聞こえますでしょうか。あ、はい、じゃあ斉藤さんイヤホンの方お願いいたします。<laughs> はい、杉浦真由プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今成績表は作成中とのことですが。はい はい、でき、はいえー、次第、えー、拝見いただくことになりますが本日まずは四半ちゃん振り返って、えー、感想からお願いいたしますそうですね感想なんでしょうちょっと後半にいくにつれてちょっと集中力がないようななんかしししててまっったたなって感じでした本日16位から、まあ、今日を入れて3節というところで、うんまあ、ポイント稼ごうという。<laughs> 思いはやはりあったんでしょうか。そうですね。できればできればプラスで、できればではなくあのプラスで。そうですね。それはもちろんもちろんプラスが欲しいところですが。はい。なんか例えば展望で今日プラスいくつぐらいでいこうとか。プラスいやそのなんだろう数字は特に考えてなかったんですけど今日あのダテさんダテさんと。はい。 あの当たるので、とりあえず、だっさんより。なんか上に行けたらなーとかって思ってたら、はい、後半全部浮かれてしまって、うん、うんって感じでした。はい、えー、最終戦の、えー、ウーピン。工がありましたね。あの、ね、ああちょっと、もうあれも雑すぎて、なんかもう、にさしみすぎても、本当にもう,もう。もうもうちょっと、あそこは反省点になってますか。反省点だし、チュンポンもなんか、ね、二、はいうん、枚目チュンポンするべきなのか。 ねってちょっと考えがちょっとまとまってなかったト<の>、はい、ータルポイントがやっぱりあのウーピン切りを打たせたっていうところ大きいですかねんか三半チャン目ぐらいまではかなりバランスよくて特に三半チャン目であの3色が崩れたウッパーワンのリーチのみを打たずにローピンを止めて 1>, 1万1,650回避した曲とかのバランスがすごく見事だったんで、はい、だから あの集中力切れたっておっしゃったのがその後なのかなってなんとなく感じました力もそうだし何かこうフランスにしなきゃ手役見なきゃってめっちゃ考えちゃってもう3色3色ってなっちゃってましたばっかかりでしたからね今日はちょっと、あのー、<laughs> ターチャーにも3色のハイパイが入りすぎたような日でございまして、えー。 はい、もう本当に六ち、基本六チッパのハイパイがあるマージャンでしたね。ああねはい、<laughs> そうですね。内田さんもそうですね。展開されてたし。はいうん、さあ、成績表を手元に出てるでしょうか。はい、はい、出てます。はい、本日マイナス四十四点八ポイントは。はい、トータルマイナス百三十九点四ポイントとなりました。ええー。4. 4あ、失礼しました。三十四点ですね。今日は第四節で写生しました。はい、第五節を読み上げてしまいました。 えー、ということで、えーうん、あと残り六節七節と、うん、はいプレーオフまで二節ありますがはい、はいえー、では最後に、えー、まあ今後の展望とファンの方にメッセージありましたらお願いいたしますはいえっとちょっともうあと二節どうにかして残留できるように頑張りたいと思います応援よろしくお願いしますはい本日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました,ました杉浦真由プロでした。 あとまあ、集中力が切れてしまったというようなうまあなんでたぶんそれが4回戦に出たんでしょうね、う本当、そこまではすごく攻守のバランスが良かったんで、はい、なんか4回戦だけちょっと牙抜きすぎたかなみたいな <laughs> 牙ってむきすぎることがあるんですね。でもそれがうまくいくこともあるから、じゃあ難しいんですけど、はい、まあ本人なりにもちょっと雑って言ってた分、たぶん、はい、多分ベストパフォーマンスではなかったのかなっていう、はい、修正点はあるぞという。ことだったようでですはあ はい、続いて二階堂ルミプロですおお疲れ様でしたお疲れれ様様でででししたたは、えー、本日は、えー、マイナス0.2ポイントというトータルポイントそうですね、はい、いや、まあでも、あの今日は、はい、ちょっとやっぱり下手だったので、あのしっかりあのラス前に、最終戦のラス前、上がれましたけど、はい、<laughs> まあまあ、マイナスんでしょうがないかなっていう内容でしたね、今日は。 というお話なんですが、えっと、ルミさんが毎回その下手とおっしゃるんですよね。一回、毎回その下手なところが見つけられなくて。いや、あの、その、だから、曲、局面、局面で素直な手組みをすればいいところと。ちょっとひねった方がいいところとの、そのバランスが、ちょっとうまく取れてなかったなっていう感じですかね。ああ、でも、僕、は、い、どうぞ。あ、どうぞ、どうぞ。いや、僕、好きな曲、二曲あって、まず一回戦目で。 チーーテンスルして曲でですすねそういましてちょっとその説はるからやめてててよと思っっこちで調整しおきますあのスルーとかもやっぱ結構人はチーテン取っちゃいそうなところローマンならともかくやっぱちょっと9万はさすがに限定される数万ね2枚切れあの結構みんなカ られてるしそのだから数万も二差しで地位してとか考えたんですけどでも買わねえなと思って確かに変三万がちょっと一瞬思ったんですけど一瞬目っそんなに増えないなっていう、ね、そうそうそうだったらまだリンマンの方が、うん、なんか手配短くしてなんか警戒で上げるよりはみたいな感じですねはい、うんはい、あのスルーが見事多分上がりを呼び寄せたのと、はい、あとめっちゃ細かいんですけど、はい、なんか3回戦で。 確かドラんこで関数ピンでイーペーコドラさんをテンパってた時にあれパーピン狙いたいから3ピン切りたくてしょうがなかったと思うんですよ。で,すよね、で,もでもリアウピンかサブロピンか絞れないんであれとかも<て>もうほとんど上がれなそうな数ピンだけど自分の上がりが消えることが痛すぎるからっていうあれめちゃくちゃ弾力あるなと思って見てました。ね、いやもうちょっとねー <laughs> <laughs> だからちょっとどこがミスなのかあんまり分かんなかったんですけどあ本当ですかいやあの、はい、えっとえー、っと2回戦目のあの親番2回目の難波の親番の時とか,なんか細かいところで。 あの官知層で捉えられてたとか、あのまあちょっとねでもうんみたいな難しいけどうんみたいな感じですね。ねなんかちょっと縦っぽいて縦っぽく来てるからみたいなもうなんかねラメラメというかまあサメちゃんとかももうなんか細かいことをいろいろ考えてちょっとあれですね。はい非常にあの精度の高い反省であってよくわかりましたありがとうございましたさあではこの後六節七節でございます。 これからに向けてと最後にファンの方にメッセージやりましたら一言お願いいたします。そうなんですよね。あのボーダーが秋さんで百なんで、やっぱちょっと今日はあの前のめりで行きたいなと思ったんですけど、はい、ちょっとやっぱり厳しいかなっていうのをちょっと途中で諦めちゃったところとかもあって、でもやっぱりあのあと二節あのプレーオフまで諦めないであの決勝タク狙いに行きたいと思います。頑張ります。はい、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。した二階堂ルミプロでした。失礼します 失礼最後、失礼しそんなすごいミスをたくさんした後輩の方のようななんか諦めそうになったみたいな発言って多分その高級、はい、残留シフトにしようかなみたいな意味合いが強いいと思いますね,すね、はい、上を見るか残留っていうところの、うん、事故らない方を優先しようかなみたいな。はい はいそれでは三人目の方ご準備できたようです伊達有沙プロですお疲れ様でしたお疲れ様でしたさあ本日は、えー、プラス2.5ポイントということでトータルはマイナス86.3ポイント順位は十三位のままとなりました、はいえー、まずは今日のこの四戦振り返っての感想からお願いいたします、えっと結構その一半チャン目 また厳しいなみたいなのがあったところだったんですけど、はい、4着スタートでしたねただ自分の中であ,のあれですねおまゆに打った「三万つもり数あんこはい、はいはい、あそこはちょっと自分でペッて見返したんですけど、はい、リーチのルミさんがドラのトンキってつもぎりリーチで,、うんはい、でチーピンしか現物がルミさんに対してなくて。うん で自分がドラドララ持って全然まだメンツないんですけどあのそれだったから浮いてるなんとかチューンの薬杯はちょっと打ちやすいかなっていうのがまずあってでそれはちょっと打ちたいなとで3万も単純にあの数万のワンチャンスで結構打ちやすい牌だなと思ってしまってただちょっと遠かったは遠かったんでどうかなっていうところなんですけど。 あのなんかやっぱり包重打点が高かったから反省しちゃってるのかもみたいなその部分もあってただなんだろうそ,その曲だけちょっとどうだったかなって感じなんですけどあとの2回9万連続で包重したやつは両方自分の中で無理って割り切れ, <laughs> 割り切れたので。<laughs> あ,のああいう苦しいスタートだったんですけど本当に、はい、あの気持ちを切らすことなく2三3 4半チャン目戦えたっていうのが自分的にあのしっかり成長できたポイントだったなっていうふうに思いました、うんまあ、なんか1回戦の宝珠って正直宝珠率が低い範囲で宝珠した時の宝珠打点が高かったっていうケースが多めだったと思うんですよねでも2回戦しっかりリャンピン暖気のリーチ馬強よしあの地統一ですね、うん あれはもう山読みとも共に戦っていこうっていうリーチ、はいうん、リーチまで行くのが素晴らしいという話ありましたがかそうですねあの曲は本当にピンの良さが、うんまあ、たまたまなんですけど馬強が超マッチしてたんで、はい、リーチ行きやすさはあったけど結構人はね一枚切れだとちょっと手堅く闇点にして、はい、ま積もって一六三にありかなみたいななりそうなところをしっかりリーチ言ったのがらしかったかなって。やっぱりりあの上がりで 結構気持ちも上がって、うん、すごい戦いやすくなりましたすごいよし,よし決めれたみたいな部分があって、はい、その後の攻守のバランスはなんかいつもど、はい、あり無理な曲は早めにやめてみたいにメリハリついてたマージャに見受けられました、はいまあ、ワンチャン少数紙、ね、<laughs> ありまなかなかしたねありましたね少数紙はたかのずらしが無理ですよっ、ねねはい、多分おそらくシャアアンコ捉えてもお繭タンキ期打ってないだろうな 長いですね。そうですね。かあと他の肺がその動かれてるかどうかがちょっと分からなかったんですけど。後半ペース捕まえてもちょっとテンパになって。ますちょっと人形の形になったし。あが上がりがねちょっと上がりはなかったかなって感じですけど。はい。そう思います。はい。はい。まあ放送的にはちょっとそうですね盛り上がらせていただきました。はい。はい。はい。ということででは六節七節に向けて最後にメッセージお願いいたします。いや本当にその今日まさかプラスで終えれるとは。 なかななかか思ってなかってその数字的にはかなり小さいプラスではあるんですけどよし残り6節7節やるぞって思える一日だったのでかなり自分にとって経験になる一日になりました残り8節でね30ぐらい230は勝ちたいなっていう感じなんではあ8節じゃない節で8半ちゃんですね、うん、230は勝ちたいなって感じなんでしっかり頑張っていきます えー、最後まで応援よろしくお願いします。はい。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。伊達有里咲プロでした。まあ、気持ちを。はい、あの、二回戦の、あの、チートイツで、立て直したっていうのが、なんか、人間らしいですね。うん、やっぱり。うん、ストンと、こちらも胸に入るような。そう麻雀って、やっぱ、対人ゲームだったり、メンタルゲームだったりする、はい。要素があるのかなって思いましたね。少し変わったりもしてくることがあるのが、麻雀なのでしょうか。はい。 さあそれでは四人目でございます内田実美奈ロですお疲れ様でした。お疲れ様でした。したさあ本日プラス三十二点一ポイントは、えー、トータル五十点二ポイントで、えー、暫定五位ということで宅内トップ、えー、となりました。まずはこの今日の四番ちゃん振り返って感想をお願いいたします。そうですね一回戦目からはいま三回戦はラス引いてしまいましたけど、はい、すごくハイに恵まれて。 ああえー、ドラもありましたし、あのメンツも完成してて、うん、だいぶ楽に打てたかなと思います。うんうん、今日あの印象的だったのはあの陳一のメンツ落とし、ね。ああそうですね。すねあのまあ四順目五巡、はい、目ぐらいで、三回戦残三曲ですか。はい、そのラスを取ってしまった曲だったんだけど、カンギアンズで最後転廃した曲ですよね。はいはい、あそことかもう本当まあ公式ルールであの順目で。 急走もポンしやすいんであればっていうところで。めちゃくちゃかっこよかったですね。あれかっこいいんですよね。三山だった。はい。あの、連想が。はい。転売の時点で三山で一枚流れて、あと二枚という状況で。一枚伊達さんから。出ましたよね。はい。そうですね。そう、そう、そう、そう。一巡。一巡。間に合って。実は、連想三山という。結構紙一重だったんで。まあ、もっと、もしかしたら、得点稼げたかもしれないけど。これで。かなり。 上位位も見えてきましたねね、はい、で,ですこの後プレーオフまで視野に入ってくるとは思うんですが、はいはい、では最後にちょっと短くなってますが6節7節これからに向けてはいえっと上位の方がもう100ポイントで抜けてるんであのそうですね6節7節でプラスしないともしプレーオフに残っても。 結構厳しい戦いになると思うので、あの、なんですかね。二、えー、節で。まあ、恵まれれば、プラスになれると思うので。はい。はい。頑張りたいです。はい。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。内田実プロでした。いや、もう上を見ていくという。まあ、でも、トータルこうになりましたからね。はい。プレーオフとかは、直接対決とかもありますし。 かなり現実的になってきた気はしますはいさあということで第4節 B タクをお届けいたしました、えー、次回の女流王家の放送は第6節 B タクの模様をお届けいたします少しスケジュールがはい変わってはおります、えー、出場選手は川原舞子、えー、和靴津和明 そして杉浦真由斉藤理恵の4名です、えー、実況は私鳥屋幸典そして解説は藤島健次郎プロですぜひご覧いただきたいと思いますさあ斉藤さん本日解説ありがとうございましたありがとうございましたそれでは本日はこの辺りで失礼いたしますご視聴ありがとうございましたさようなら